はい、大日王子城豊田店さんの昭和2歳メスサイズが55センチです。お願いします。はい、昭和2歳親鯉大砲です。大砲はオスに紅白のエクスジニアが、ついて、作った鯉です。紅白がついてるんですけど、この組み合わせは墨の方も、結構、青墨のツヤのある墨がついているので、今ちょっと少なめですけど、これくらいがカテゴリー的にはいい感じの昭和になってくると思います。そして、頭の作りも体も、非常に体のバランスも良く、また、質の方も白地の、白さとまた紅の、ツヤのあるところも非常にいいところだと思います。非常に頭の大きい鯉ですね。はい、はい、それでは横の方もお願いします。はい、はい、昭和は墨地がないところからでも墨が出てくるので、まだこういう墨のまだ出てないみかんの声でも、しっかり墨が出てくる声もいるので十分期待できる声だと思います。非常に幅のある、そして白地も綺麗ですね。はい、顔の大きくなりそうな鯉ですね。はい、で餌の方ももう東京大会の後からもう止めてあるんですけど、あまり鯉の方も痩せずに、体型がしっかりしてるので、これからの餌の方をくれてもらってもらうとまた一段と良い体になってくると思います。はい、餌をしばらく食べてないとは思えないような体験をした昭和ですね。はい、ぜひよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。